牛の命なんかより人間の命だということで逃げたんですね。傷の面にうまく当たるように。大丈夫大丈夫、ね、なしみるな、ね、大丈夫だよ美智子、大丈夫だよ。原発道を強制する町づくりってね、で推進してきた一人だから、安全だとは言えても、こんなことにはなるほどは夢にも大変も思わなかったね。息子は帰んないって言ってます。孫いるから、俺は帰んないから。夢のようだよ。もう変わりちゃもないし、やらちゃもないよ。もう本当にこうね、あの離れる時にね、ごめんねって言いながら、もう涙止まんないんですよ。吉沢さんに助けていただかなかったら殺処分ですからね。悔しいね。牛を殺せないっていうことは、ふるさとを守るっていうことなんですよ。自然豊かなところでペコ飼ってるのな、最高の幸せだったかもしれないけどな。